HS-298 ヘンシェル HS-298 はヘンシェル社のヘルベルト・ワーグナー教授が設計したロケット推進の空対空ミサイルである。HS-298 は特に爆撃機を攻撃するために設計されており、空対空の用途に特化して設計された最初のミサイルである。それはドルニエドゥ217もしくはフォッケウルフ FW190。 の専用の発射レールで運ばれ、4 8ラムの爆薬を搭載していた。HS298 は、先端に後退翼を持つ中翼の単容機であり、体になった垂直安定板を伴った一つの水平安定板を持つ、ヘンシェル社設計の趣味電5109から543ロケットエンジンを動力としている。発射時には2段階の挙動を示し、 はじめの高速の段階では時速 938km で発射した航空機から離れるようになっており次の段階でおよそ 1.6km の最大射程を得るために時速 682km に減速するフグ203電波誘導システムを使用しており機種に取り付けられたスクリュー駆動の発電機によって電力供給されているこのミサイルを航空機で発射するために 二人の乗員を必要とした。一人は目標を狙うために反射器タイプの照準器を使い、もう一人は初めのものと対になっているサーボシステムのついた、もう一つの照準器と操縦艦を使いミサイルを飛ばした。1944年12月22日にユンカースジュマイナス 88G に搭載された三発のミサイルによって行われた死者が知られている。 唯一の死者である。二発のミサイルだけが発射に成功し、一発は失敗して発射レールに残った。発射に成功した二発のうち一発はすぐに爆発して地面に急降下した。1945年1月には大量生産に入る予定であったが、同じ空対空ミサイルであるルールシュタールマイナス4の方が支持を集めたためプロジェクトは断念された。 HS298 の一つは、イギリスのコスフォード空軍博物館に展示されている。ありがとうございます。